博物館を貼れって言われたね。自分家がここにあって、そこ広場で、まあこっちの方に2個あるから、まあ自分家から近い方がいいかな。広めのスペース、まあこの辺、どっちかな。広めのスペースって言ってたよね。でもこの辺ぐらいしかなくない？あ、ここいいかもね。この辺でどうやろ。横長やね。じゃあこっちで行けそうやね。この辺この辺。まあここでいっか。家近くて広場も近いから、ここにしまーす。トヨタさんのテントの場所を決めた。やった？決めたよー。あ、トトさん、古田さんのテントの場所、いいとこだあっただも？見つけたよ。さすがだもん、ありがとうね。トヨタさんにも、もう明日からでも来てもらえるよって連絡しておくだなも。オッケー。何すればいいんやろ。聞いた方がいいって言ってもね。うーん、そうだなもね。トトさん、トヨタさんのテントの場所を見つけてきてくれてありがとうね。トトさん、お店の資材の件、僕からもよろしくお願いするだなも。ということは、今はないってことやね。フータさん、車の街ってこと？あ、しょぼい斧が作れるようになったんや。しょぼい斧って何で作れんの？石と木の枝。丸太杭、じょうろとか。なんか作れるかな。まあ、特に今のところはって感じか。じゃあ柔らかい木材と硬い木材と、何やっけ、鉄鉱石やっけを取らなきゃいけないから、多分これで木殴ればいいんやんね。自分家の近く、ちょっと木取ろうか。これって先に預けれたりしないのかな？ああ、違う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 。お店建設の件。提供します。数が揃った状態でって。なるほど。じゃあ何個か教えてもらおう。何が必要なんだっけ？木材、硬い木材、柔らかい木材、各30と鉄鉱石30個ね。
なるほど、了解。これ30個ずつを鉄鉱石やね。オッケー。そういえばさ、これ触ったらマイルもらえるって言ってたよね。80マイル。ありがとう。これとりあえず作らなあかんね。あら、木の枝が足りない木の枝足りなくなっちゃった。はい、行きまーす。お出かけしたい。こっち。よろしいよ。はい、行きます。グッドラック。今回のターゲットの島です。私はここで待機していますから、お帰りの際や道具が必要な場合にはいつでも声をかけてくださいね。了解、グッドラック。どんどんやろう。誰かいたよね、この辺。どこ行った？あ、いた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 。ビス。わあ、この島に僕以外の人がいる。なんだ、自分も遊びに来てるのか。はじめまして、僕ビス。君は無縁島から来たトト君だね。まさかこんなところでお友達ができるとは思わなかったよ。へへ、仲良くしてね、ペンペン。この島って自然がいっぱいで、すっごく気持ちいいから、いつまでもいたくなっちゃうよ。実は僕ね、前からこういう島で暮らすことを夢見てるんだ、ペンペン。うちの島来てみる？え？君の島って確か、無縁島だったよね。そこもこんな感じなの？うわ、だったら行きたいな。家族がいるなら知らない島でも安心だしね、ペンペンって。待ってるよ、にしとこ。ところで、メメ島にお引っ越しするにはどうしたらいいの？今日は本当に最高の日だよ。新しいお友達ができただけじゃなく、僕の夢まで叶うんだもん、ペンペンって。来てくれんのかな？やった。たまたま遊びに来て島で誘われて、お引っ越しまで決めちゃう僕。まるでテレビドラマみたいだよね、ペンペンって。来てくれそうだね。はい、戻ります。帰りたい。オッケー、では参りましょう。ありがとう。